ングルームは現行合戦記一所懸命 TV 出張版 in 津島。さあ続いては一所懸命 TV といえばあのコーナー、出張版でもやっちゃいます。一所懸命を貫け津島クイズ合戦記。さあこのコーナーはアンゴルモア現行合戦記の舞台となっている長崎県対馬に関するクイズに我々が一生懸命に立ち向かっていくそして一番多く正解した回答者にはご褒美があります。はいはい、ご褒美。ほら言ったじゃないですか、リアクション大きめにするんでしょ、国家先生。ご当地対馬ですから、ここはどんな美味しい料理が出てくるのか、本場対馬ですから。はい、でもこの後宴会で食べられるんですよね。そうなんですよ、だからね、別に正解しなくてもいいんですけど、そのあたり どうしますか先生、これどうします。どうしますか。何を、何で俺に売るんですか。過剰に絡んできますよ、今回は。もう真面目な話聞いたから、もうね、でも頑張っていきましょう、はい、ね、頑張りましょう。こちらのね、やっぱいや、もう、ね、宴会まで待てないですから僕、うん、さっき、まあ、美味しい、ブリじゃない、サバですよね。お昼ご飯美味しかったですけれどね、まだ正直ね、もっと食べたかった。で今お腹空いてる状態ですから、ちょっとね、僕も生活して頑張りたいと思いますけれどもね。どこ見てんだおめえ、トンちゃんカメラ抜けないだろ、トンちゃん焼きのね、トンちゃん、あ、抜けるんかい、イエーイ、イエーイ、トンちゃん、トンちゃん待っててね。そういうわけで今回はですね、この一生懸命ボックスの中にあるクイズ、これね、すげえな、ボックス作ってくれたよ、すごい。一人一問ずつ引いて読み上げていきますと、はい、行きましょう。一問目僕ですよ、はい、さあ、え？あ？これ、いいの？さあ、1問目はじゃあ、こちらです。にゃーにゃーかわいい、指を持ってじゃねえやつ、一番間違えちゃいけないじゃん、ライバルを、ライバルにこの名を言ってしまいましたけどね。おい、仕込んでくれるじゃねえか、辻村猫、兄弟、ワイルドワイルド、かわいい、いや、じゃあ何ですかこの茶番は。マジでマジで本当にびっくりした、箱の中身はなんじゃらなゲームだったかなって一瞬思っちゃいましたけどもね。気が済むまでやっていて、はい、じゃあその間に引いておきますよ。さあ、汗せめも絡んでいいからね。地獄の絡みですよ。さあ、というわけで第一問こちらでございます。でん、ん、第一問、はい、対馬のソウルフード、はい、トンちゃんは、じゃあトンちゃん、はい、トンちゃん、トンちゃん、トンちゃんは、はい、肉料理ですが、はい、何の肉でしょうか。え、あれ、この問題嘘でしょ、あれあれ、だってもう名前ね、あれ、これおい、やってよ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 、覚えてるかなクイズってこと、あ、手も、手のもある使い回しではない。手抜きではない。いや、これだってさ、じゃあフリップ出しますけどね、何のお肉か、あ、そうね、なんか、どうだったかな、わかんないな、わかんないな、どっちで、はい、まあ、選択肢、しかも選択肢あります、あるんですか。 A、はい、豚、はい、B、イノシシ、C、クジラ。難しいな。いや、難しいですよ、これは。難しいな、これ難しい、非常に難しいクイズになっておりますけどね。どうしますか、どうしますか、どうしますか。もう書くしかないですけどね。え、難しい、これ、え、いや難しい、難しさは人それぞれ、何をもってね、難しいというかね、人それぞれですけどもね。え、引っ掛け、うん、どうでしょう、難しいな、難しいな、非常に難しいクイズになっておりますね。なんかみんな絵描いてるの。
かに見て書いてんな。リンくん、なんか何か見て書いてますね。軽い気持ちで書いたんだけど、ちょっと書き直したいわ、もう。おっとっとっと。みんなが、我々のみんながこんな絵描いてやったら。そうですよね、一生懸命やってますからね。できました。できました。さあ、一斉にですけど、これね、一斉にいく。はい、それで一斉にオープン、せーの。でーん。さあ。かわいい先生。ね、シンプルでかわいい。お前のそれは。ワイルドキャット。その変装をした豚さん。豚山猫というですね。それ、そう、鼻どう、鼻どうしたんですか。これはあのですね、横にすると B、 あ B 豚なんですけれども、答え B ってことですか。いや、答え B ってことですか。いや。B イノシシということでいいですか。そうなっちゃいますよね。 B イノシシということでよろしいですか。僕すっかり、あ、 B だったら鼻にできると思って書いてたら、うん、でも答えは B じゃねえってことで、はい、B イノシシという回答ですね。はい。さあ、お、アルファベット書いてねえじゃん。え、だから A の豚さんですよ。いや、ダメですよ、アルファベット書いてない。さあ、というわけで正解はこちら。正解は A の豚さん。他に A ないの、ほら。まあ、そこを使うと思っていたさ。はい、まあいいでしょう。はい、というわけでね、正解は A でした。俺、とんでもないケアレスミスだ。すげえな、ゾッとしますよ。さあ、というわけで僕だけが不正解ということでね、はい、さあ、次の問題いきましょう。さあ、次はじゃあリン君にかな、はい、聞いてもらいましょう。さあ、次はどんな生き物が出てくるのかな。毎回出てくるんですか、これ。さあ、いなさそう。いなさそうか、残念だな。残念だ。はい、読みますよ。あ、これも復習問題です。なんだ、楽勝じゃん。はい、問題です。対馬から韓国までの最短距離は何キロでしょうか。 A 50キロ B 60キロ C 70キロ。うわー、10キロ距離か。どれでもいい。その距離感の数字ならどれでもいい。100とか1000とかならね、ええー、だけど、うん、その差ならまあ。これは私ね、覚えてますよ。お、マジで。はい。え、覚えてんの。覚えてますよ。やべえな、これ。ちょうど私が出た時にこの問題やりました、うん、マジで。はい、はい、なのでボケません。え、ちょっとやっぱボケてくんねえと、ちょっと差が開く一方。差が開く一方ですけれども。やべえな、先生もこれピンときてます。いやー、分からんっていうか、あ、うん、出た、この問題1回出ました。あ、そうか。これ先生、とんでもないハンデ戦じゃね。先生、あのね、先生、対馬と韓国はとっても近いんです。あ、そうなんだ。近い。おお、近いんですね。近いんだ。おですよね。また私、嘘教えたとか言われちゃうから。ちなみに僕はもう信じませんよ。え、やばい、ちょっと大丈夫かな。急に不安になってきた。絶対に信じません。急に不安になってきたぞ。よし、これは一人勝ちだな。さあ、書いてください。とっても近いんだな。いいですか、先生も書きましたか。書きました。書きました。信じて書いた。お、信じちゃった。さあ、どうなるかな。リン君も書けそうですか。はい、できました。はい、それでは一斉に見てみましょう。せーの、ダーン。はい、 B、 え、だーん。また豚出してきた。そうですよ、僕はね、 B ですよ。もうこれこそ B ですよ。うまいことこればらけましたね、うん、B60 キロ、ね、え、リン君が A、 47か49とかだった気がする。ちょっと待ってください。気がする。それだから、何ですか、これ約って書いてないですけど。書いてないから困ってる。え、これはもう勝ったな。これはもう勝ちました。先生はそれ C の根拠ですか。え、あれ、根拠は、根拠は何ですか。根拠は、C、一番近いのは C だと思って見間違えた。あー、まさかのケアレスミスパターン。僕の二の舞じゃないですか。そうなんだ。ちょっと髪が折れてたから、あれと思って。あ、これはこれはもう持ってこない。 C だなと。僕はもう間を取って、まあ、リン君を信じないっていう方向で B ですよ、これは。信じて C だった。間違えた。信じて C、信じず B。 さあ、吉と出るのか京都出るのか。正解はこちらです。
A の50キロイエーイ。リアクションしろよちゃんと先生の見本を見せなさいよ。リアクションのこうやるんだみたいな、なんかすごい、うん、そうそう、見本見して、見本見してよ。やった当たった、イエーイ。こんな感じですよ先生、見ちゃった以上は次やんないといけないって感じですけど、やった当たった、イエーイを楽しみにしておりますさあ、というわけでね、はい、リン君だけが正解してしまいました。やったさあ、じゃあ続いては先生に、はい、先生に聞いていただきましょう。いや、ちょっとまずいですよ、これは、はい、さあ、問題はどうでしょうか。暗号ルマ、読む、はい、お願いします。暗号ルマ原稿合戦記で書かれているのは1274年の文英の駅です。では、2回目の公安の駅は西暦何年に起こったでしょう。きた。 A 1279年、 B 1281年、 C 1333年。あれ、さっき誰か言ってないっけ。あれねえ、なんかヒント言ったっけ。なんか言ってましたよね、足せばまあ僕はそんなことしなくてもね、もう作品愛に溢れてるんで当然もう分かりますけれども、やべ、まあ、そんな離れてない、やばい、そんな離れてないですよね。やばいやばいやばい、意外とそんな離れてない。どうしよう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 どうするですか、大丈夫ですか。え、どうしよう、ちょっとそんなに離れてない、2個で迷ってるんですけど2個で迷ってるんですけど、どうしたらいいですか。そう、どうしようかね。待って、やばい、先生今これも盗んでください。さあ、あと5秒ですよ。5、4、3、2、1、終了。あー、違うかもしれない。さあ、それでは一斉にあげましょう、せーの、ドン。お、これはまさか、あれ、まさか、まあ、BB と来て、うん、そして逆ですね。さあ、おっと、何ですか、なんで B にしちゃったんですか。ええ、なんで B にしちゃったんですか。B にした、小野さんの真似をしてその絵を描きたかったからです絵が描きたかっただけ、ただそれだけです。あ、じゃあ本当は何が選びたかったんですか。本当B です。そんな追い込まれる B です。あー、しょうがない、じゃあ B ですね、みんな、はい、B です、みんな B ということで、1281年じゃないかなと思っておりますが、正解はこちらです。はい、 B の1281年でございました。はい、先生やったー。はい、やったー、ここですよ、ここですよ。違いますでしょ、これで満足か。これで見せて、お電話、お電話、お電話なんだっけ。やったー、 B 正解、イエーイ。せーの、やったー、 B 正解、イエーイ。やったいただきました。ね、先生がありがとうございます。一枚皮がむけたということで。さあ、結果発表でございますが、まあ、正解数でいうとですね、はい、小野さん1問、ね、そして高木先生2問、そして凛くんが3問、全問正解。やったー。ということで優勝は凛くん。いやー、やりましたね、なんだかんだ。はあ、いい匂いがしてきてる。そうなんですよ、めっちゃしてんすよ。やったー。さあ、それでね、ほんましぎてるね。えいや、でも、よかった、ちゃんと分かって当たったからよかった。うん、分かって当たったからよかった。もう最後の、じゃあちょっと分かったんですね。ちょっと2つで迷いましたけど。ちなみに何と迷ったんですか。そう、79年と79年、何でしたっけ。1979年も実はこの年号ですみたいなね。関係なかったでしたっけ。とね、南宋滅亡です。333年の方は鎌倉幕府滅亡、はい、滅亡ですか。一味三々ですね。あ、一味三々って覚えた、うん、お、え、いいさ寂しいって覚えた。寂しいだ、なんか四な感じしない。え、いや、いい、いいさ、さ、みですよね。寂しい、でも一味散々の方がいいなと思う。ね、今そうそう、一味散々にしてください。一味散々、一味散々やな。平城京はちなみに、平城京、平城京は平安京じゃなくて、平城京 は覚え、あれ、覚え方以前のやつか、これ、まさか。平城京は、はい、なんだろう、しまったそもそもの年号、いい国作ろうしか分かんないっす、その覚え方で。
平城京やろ。平城京僕の時は納豆ネバネバ平城京で覚えたんです。あ710年いや俺もう普通に710年で覚えた。それぞれ今まんまちょっと鎌倉幕府いい国作ろう、うん、違う説がね今確か違うんですよね最近はね。ちょっと変わって今いい箱作ろう、うん、いい箱85年なんですか。85年ってちょっと早かった聞いたような気がするけどまたでもそれもまた違うって言ってる人がいろいろですね。さあそんなわけであ松なぎトークは十分ですね。はいというわけでなんとお料理の方ができてるんですのでお願いします。来るかな来るかな来るかな来ました。あれ嘘嘘嘘嘘ちょっと皆さんに驚きがまだ伝わらない。ちょっと店員さんかなと思いきやちょっとカメラを見ていただいていいですか。なんと高津市長が自ら俺はどうも今の前掛けちょっと映していただいていいですか。前掛けおなしまって書いてますよね。まさに今僕らオンな状態です。びっくりした。なんと市長自らサーブの方ありがとうございます。いやこれ仕込んでたんかい。いやありがとうございます。よかった。なんか最初市長いらっしゃったじゃないですか。で途中いなくなっちゃったからそうなんですよ。面白くなかったかなと思ってそうですよ。もう行っちゃったかなと思ってなんかごめんなさいと思ったんですけど。嬉しいトークをありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あちらの方でずっと聞いてらっしゃったんですね、はい、調理場の方で、はい、まだ防災のあれなんか抜けたんかと思って防災のお忙しいからねお仕事がいろいろあるのかと思いましたけど。これちなみにお師匠自らではさすがさすがにちゃんと料理人がいやありがとうございます。ありがとうございます。召し上がってください。ありがとうございます。というわけでスペシャルゲストの北勝師匠でした。北勝師匠これは何ていうお料理ですか。これは津島の名物料理こんちゃんでございます。まさしくこんちゃんやりましたね。あちらがね川田さんちょっと3度目ですいません見ていただいたとんちゃんのまさにこれですよ。いやとんちゃんすごい好きです私、ね、いつもあのお土産でも買って帰るので、ね、これとんちゃんとんちゃんですよね。とんちゃんでございますよ。やりましたとんちゃん。じゃあちょっとね、はいみんなでって言おうと思ったんですけれども、はい、食べられるのはリンくんだけなんですよ。私だけなんです。そうだろう。でも一応取り皿はご用意されてますよ。取り皿は、ね、ありますけどね。まあまあどう使うかリンくん次第、ね、とりあえずじゃあとりあえずまあ熱いうちにね、いただいてください。いただきますよ。そうです。いいですか。言ってください。いいんですか。いいですよ、言ってくださいよ。ダメですよって言えないでしょう。やった。じゃあいただきます。どうぞ。熱そうね。熱々だよ。あら、うーん、あら一口で、うらやましいわ。めっちゃ美味しい。あら、とんちゃん焼きのとんちゃんって本当に柔らかいんですよ、ね、うん、私が知ってる豚肉と違いますよね。特に焼いた後は、うん、特に柔らかくてです、ね、不思議。美味しい、はい、ありがとうございます、はい、うらやましいです。食べますかみんなで。別にいらねえし。じゃあ別にいらねえし。じゃあ野郎さんにはあげないですけど。そう高木先生にはもう一押しくださいよ。いやあら先生食べちゃうんですか。勝負に負けたんですよあなたは。でもほらリアクションをやってくださったんでね。そうあそうねこの流れそれ言っちゃうとほら食べちゃうとまたしなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。どうですかそんな。リン君も鬼だな本当に。鬼やで。さすが対馬のために死んでくれよ平然という女やで。あそうですはい対馬のために食べてくれどうぞ。取ってつけたようによ。えどうやってた。あの口閉じてリアクションのパターンでした。リン君はよくやるやつですあれ。声優さんよくやるやつです。ちょっと食べあまあまあちょっとね、うん、ね食べ慣れてないですから、うん、トンちゃんもね。そうそうそう普通に熱い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 っつって。あ一口いった。どうですか先生。なんか嘘臭くなっちゃったかな。本当に美味しいんですよ。本当に美味しいです。美味しい。本当に美味しいんですね。うん、あよかったよかった。その口閉じてリアクション結構使えるんですよ。あ、そうなんですか。何かの機会の時にぜひ使ってください。リンクその辺ちょっと技をいくつか持ってますから。もうないだろうね。ねえ、いや羨ましいこと。あ、来ちゃいましたね。お父さんは？どうぞ。ねえ、
さあ、じゃあいただいてみましょうかね。こちらね、市販ね、市販ね、ちょっとね、もう免許改善ですからですよね。うわ、すごい香りがまず本当に美味しそう。キャベツ、またこれがね、もういい感じにキャベツをしなっとなってて、お肉でね、こうキャベツ包んで一緒に食べるとまたね、違った食感もあって、いただきます。うまい。うまい。うまいじゃないですよ。すごい。さすが。そして本当にうまい。そうなんですよ。本当に美味しいんです。キャベツ染みてる味が美味しい。ずっと食べてたい。けどコーナーを一旦閉めなければいけない。というわけで。なるほど、はい。おいしゅうございました。以上、一生懸命を取り抜け対馬クイズ稼ぎでした。ではここでアンゴルムは言語合戦記からインフォメーションです。はい、まずは原作情報です。高木菜々彦先生の描く原作コミックアンゴルムは言語合戦記は現在第1巻から10巻まで好評発売中です。またコミックウォーカーでは最新話数を毎週水曜更新で配信中、ぜひ読んでください。そしてブルーレイ &DVD 情報です。ブルーレイ&DVD ボックス上下巻は好評発売中でございます。ボックスの豪華特典としてこの番組一生懸命 TV の特別版も収録されています。めちゃめちゃ面白いです。ぜひ公式サイトでチェックしてみてください。はい。そして2月23日から3月20日までここ対馬で13箇所のチェックポイントを5つのコースで巡る一生懸命スタンプラリー開催中です。これ本当に読むんですね。何でもこのスタンプラリーは参加のハードルが高すぎるスタンプラリーらしいです。自ら言うのこれ。まず対馬に来るのが大変、次に全てのスポットを巡るには日帰りはほぼ不可能、1日から2日の滞在が必須、そして島内の交通手段車のみ。島内を走る交通バスは運行本数が少ないためレンタカーまたはタクシーのご利用をお勧めいたします。さらに島内の 89% が山林のため島内は山道が多く徒歩移動の際には体力を要します。このため参加するには覚悟を持って文字通り一生懸命に臨まなければクリアできないスタンプラリーになってます。ここまで行って来てくんないなみんな、ねえ。ただしですね、各コースをクリアするとコースごとに用意された豪華景品が当たるキャンペーンに応募することができ、さらに全13箇所のスタンプをコンプリートした勇者には、もれなく認定証と限定壁紙を進呈いたしますと、ね、これがやっぱね、認定証嬉しいですからね、そして限定壁紙、各コースの景品こんな感じです。ジンザブローコース、キャストサイン入り台本と対馬特産品1名に、テルヒコース、一所懸命手ぬぐい抽選で25名様に、鬼竹丸コース、対馬限定イラストのポスター4種と対馬特産品抽選で5名様に、長峰コース、高木先生サイン入りオリジナルセンス5名様に、宗助国コース、クリアポストカードセット先着200名様にドドンとプレゼントでございますと。さあ、この中で5つのコースありますけれども、一番難易度低めなのが宗助国コースらしいので、ここから攻めるのがおすすめだよんと。そしてこの助国コースクリアするともらえるのがこちらの、はい、やりますね今ね、はい、クリアポストカード、こちらですね、はい、もらえますよと。これを使うとですね、簡単に映える写真が撮れるということでね、今ね、リン君には鬼竹丸の、まさに持ってもらってますけれども、それを使ってちょっと撮影してほしいなと、映えるやつを、はいはい、あ、今じゃあ私が撮ります ね、ちなみに鬼竹さんのコメントが、うまそうじゃねえかと言っておりますので、このうまそうなトンちゃんを撮りたいと思います、トンちゃんのね、景品のトンちゃんを、はい、これをこうフレーム風にしておあ、いい感じ、なかなかでもね、このバランス取るのは難しいかもしれないですけど、うわ、映えを撮ってるリン君をカメラが撮っているという、あ、ヒントがね、難しいかな、画角難しいよこれ、はい、こんな、こんなでどうだ、さあどうだ、あ、トンちゃんがぼやけてますね、トンちゃんそっちが主役やね、肝心のトンちゃんがぼやけてますね、鬼竹にピンと合っちゃったそう、あ、これいい感じ、あ、いい感じ、今だ、頑張れ、あのね、タセさん映ってるけどいいかな、いいかな、ね、対馬の方が、今や対馬の方になった方が、大丈夫です、パーカーのみ映ってます、あ、パーカーのみです、大丈夫です、ね、さあ、画面見せていただいて、まあ、こんな感じになりますよ、ね、
やや映えっぽく撮ってますよみたいなね、うん、いやいいですねこれ。面白いですね。このいいねがついてるんですけど、うん、1274件いいねがついてる。何の年かな、うん、何の年かなつってねさあ、それでこんな感じでね、はい、ぜひ映えを撮っていただきたいなと思っております、うん、このクリアポストカードゲットして対馬の写真をたくさん撮影してスタンプラリー楽しんでみてください。以上、インフォメーションでした。はい、お届けしてまいりましたアンゴルモア原稿合戦記一所懸命 TV in 対馬、お別れの時間がやってまいりました、ご覧になってくださった皆さん楽しんでいただけましたか、ありがとうございます、最後になりましたがね、我々からメッセージを一言ずつというところなんですけれども、まあ、じゃあ高木先生からお願いしてもいいですか。ちょっと待ってよ、じゃあリン君の方からお願いします。はい、いいですか、私からね。でもこれ締め高木先生になりますけどいいですか。うん、先にやって。おっ、じゃあ大トリをね、ちょっと考えてなかった。お待たせしましょう。じゃあ、はい、ね、りんくんお願いしていいですか。はい、ということで、ご覧いただいてありがとうございました。あのですね、私この、まあ、今回また対馬に来るということで、うん、久しぶりにこうブルーレイ DVD ね、上下巻を一気にしてきたんですよ。うん、面白かった。はい、いや、なんかオンエアで見てた時とかアフレコで感じてたのとはまた違うなんかこう良さみたいなのを感じてしまって、うん、なんかなんですかね、それぞれ今までは割とテルヒ視点で私見ちゃってたんですけど、うん、それぞれの登場人物がねもう素敵すぎてね、あ、まあ、本当どうしようもないやつもいるんですけど中にはいるんですけど、そうね、そういうなんか新しい視点でも見れたので、うん、まあ、まだ見てない方、それからもう見たよっていう方も何度でも見ていただきたい作品です。本当にで ぜひね、対馬に来ていただいて、難しいスタンプラリーらしいですけど、いや本当達成感は本当半端ないと思いますぜひね、対馬を思いっきり堪能していただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いける、いける、とどいきます。あ、じゃあ先生改めてよろしくお願いします。今回対馬に来るまでに一回ちょっと見てきたんですけどおやおやおやでもこれはほんまに無理なんだ。本当ですね。本当に見てきたんですけど、やっぱり自分の原作が最初に放映された時っていうのはちょっとね、やっぱりなんていうか、変な高揚感があって、うん、冷静にその声を聞けないっていう部分はあったんですけど、今回、まあ、でも3回目ぐらいなんですけど、うん、ようやく冷静にその声とか皆さんの演技とかを耳を傾けることができて、やっぱりこの最後に至るまでのこのお二方の演技はもうほんま感動しました。自分の書いた原作っていうのはまず離れて一つのアニメの作品として結構ジーンとくるもんがあって、これはもうぜひ皆さん見てください最後やっぱ寿司三昧で同じポーズで結局行き過ぎてますけれどね。いやでも嬉しいです ね、そう言っていただけると ね、役者冥利につきますよ、うん、ありがとうございます。じゃあ改めまして僕の方からもメッセージというところですけれども、何よりですね、このジンザブル役ジンちゃんとしてね、このストーリーをみんなと一緒に駆け抜けることができたのは本当に嬉しかったなと思っております。しかもこうしてね、まあ、一所懸命 TV っていう形でオンエア中もね、番組をやらせていただきながら、ついに本当に対馬のこの地で、ね、やることができて、そこにしかもテルヒであるところのリン君、原作者の高木先生お招きして一緒にやらせていただけたということがね、本当に何より幸せなことだなと思っております。僕もやっぱ原作の方をね見返してみたんですけれども、やっぱりアニメとは若干こうねいろいろ違ってる部分はあって、そこも改めて気づいて楽しい部分もあったりとかしますので、アニメと原作また合わせて楽しんでいただけると嬉しいですし、まだまだね博多編目が離せない展開がねこれから待っていると思いますんで、僕ら自身も楽しみに、アンゴルマはまだまだ追いかけていきたいと思っております。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いします。終わっちゃう、ね、終わっちゃう、こんな締めコメントみたいな言っちゃったら寂しいよ寂しいよ。でも宴が待ってますよ、我々は。あ、そうだ、飯行こう、やったー、ね、まだまだ宴はこれからですから。はい、というわけでアンゴルモア原稿合戦記一所懸命 TV in 対馬、ここまででございます。お相手は口井陣三郎役小野由紀と、テルヒ役の凛と、原作者の高木七彦です
でした。いいですね、最後こんな感じでまたいつかこうやってゆるくね、はい、やっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。それではおのおの方一生懸命にバイバーイ。バイバーイ。今のはトラップですね。